光あるところに影があり、影あるところに光がある。二つは表裏一体をなし、片方のみの存在はありえない。さりとて二つが相入れることもまた不可能なり、その因果な均衡は終わることのない衝突の輪廻によって成り立っている。先に思いを乗せ交差する戦乱の舞、時に勝利し時に敗北し、白と黒の美しき陰影を描く忍びの世界とは死の美である。それは忍び学校でも同じだ。現代の忍びは忍び学校という養成機関によって育成されている。忍び学校は日本国内に数校あると言われているが、その正確な数は定かではない。学園祭、忍び学校に代々伝わる決戦である。学校の存亡をかけ忍び学生が戦う祭りが平成の世によみがえろうとしていた。学園祭というかつてない規模の戦いに多くの忍び学生が巻き込まれていく。彼女たちは戦いの果てに何を得て何を失うのか。これより始まる物語は忍び学校で日々鍛錬を重ねる戦いの奇跡。そう、それは彼女たちの生きている証である。学校を選択してくださいませんか。国立半蔵学院。
ランプ摩擦完了。よし、今日も頑張るぞ。してくださいね。動きやすいです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 。恥ずかしいな。いいでしょう。かわいい、かわいい。似合うかな。どうかな。物語を楽しみましょう。行ってきます。行ってらっしゃい。
それでは本日の修行を始める。はい、キリア先生、よろしくお願いします。アスカちゃん、今日も元気いっぱいだね。いっしっしっし。そりゃあ朝からあんだけプルンプルンさせてれば元気も出るさ。ちょっとカツネ、何の話？あたいは見ちまったのさ。アスカが下着姿で寒風摩擦してるところをな。あら、寒風摩擦ですか。アスカさん、古風な健康法を知っているのですね。子供の頃、じっちゃんに教わったんだ。寒風摩擦をすると風邪をひかないって。いやー、いいもんを拝ませてもらったぜ。ごちそうさまでした。もう、カツネーたら。ほう、寒風摩擦をすれば風邪をひかないんだ。おお、だからひばりも毎朝やるといいぜ。ただし、ちゃんと窓を開けて下着姿でやるんだぞ。それより、もっと健康になりたかったらすっぽんぽんでやってもいいぞ。カツラギ、お前も命知らずだな。俺の前でヒバリに変なことを吹き込むとは。ちょっと待てヤギュー、刀を抜くやつがあるか。ありとあらゆるものからヒバリを守る、それが俺の生きる道だ。ほんと、ラブラブだね、ヤンニューちゃんとヒバリちゃんは。ラブラブ、別に、そんなわけでは。さて、おしゃべりはそこまでだ。本日は、レク人形を使った基礎訓練を行う。基礎訓練ですか？お前たちがいかに成長しようとも、基礎をおろそかにする忍びは早死にする。忍びの世界で生き抜きたければ、常に初心を忘れないことだ。はい。アスカ、舞い忍びます。任務開始。パーフェクトジャンプ、パーフェクトジャンプ、ジャンプ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 。これで決まり。やったやった、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 これで決まり。やったやった。
よし、やっほー！ブイッ！よし、デク人形を全部倒したよ。うん、アスカ、見事だ。キリア先生、これからもアスカたちをいっぱいしのいでくださいね。ああ、そのつもりだ。あたいもそのつもりだ。可愛い後輩たちをいっぱいしごいてやるからな。よし、任せておきな。あたいのしごきは根節丁寧だぜ。手取り足取り、もみもみもみ、手取り足取り、ぷにぷにぷに。やはりその首飛ばしておくか。ヤグー、冗談だって。俺は冗談の通じない女だ。イーカルが助けてくれよ。はあ、自業自得です。そんな。ヤギューちゃん、修行も終わったからウサちゃんパフェでも食べに行こうよ。何？それはつまり放課後二人きりで過ごし、甘いものを食べて甘い時間を過ごそうということか。まあそういうことかな。カツラギ、命拾いしたな。もはやお前と遊んでいる時間はない。俺が遊びたい相手はヒバリのみ。さあ、うん、ああ、二人ともちょっと待ちなさい。まだ修礼が終わってませんよ。ああ、行ってしまいましたか。はあ、助かった。しかしたとえ首が落とされても、あたいがセクハラをやめることはないけどね。この二本の腕がもみもみできる限り。はあ、どうしてか、みんなマイペースなんでしょう。でも私、みんなのこと大好きだよ。カツネもイカルガさんもヒバリちゃんもヤニューちゃんもみんな大好きだから、みんなで立派な忍びになるため頑張るぞ。おおって一人でやったらバカみたい。そんなことありませんわ。ええ、みんなで頑張りましょう。立派な忍びになるために。はい。よくできました。たくましいな、私。ひらめきました。